皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香と関西フルートのピコロちゃんです。はい、この間のお宿題ですね、甘色の髪の乙女の敗者英語の音の芸がほとんどフィスになっちゃう問題を、解決一応しました。まだね完璧ではないんですけども、音程をね多少普通フルートってここでいじるんですけど、やろうとするとね割れちゃうことがあったりとかして、まだコントロールがちょっと必要かなと思うんですけど、この間よりちょっとマシになったかなと思います。で、全国のピコロちゃんをお持ちの方で運指標が手元になくって、高い層がファーシャープになっちゃうと同じように困ってる方がもしいらしたら、高い層を調べました。こうだそうです。3、4を足します。それで、吹いていただいたらっていう高さにちゃんと層に聞こえる。なので、層に関してはこれで解決。高い例は指が、普通のコンサイスフルートと違いますね。普通のモダンフルートと同じ例の指使いをしていただいたらいいかと思います。あとはそのままかな。やっぱりね、運指標がいるみたいです。この子はついてなかったんですけど、多分ね、ピコロちゃん、ピコロ、コンサイスルートの、当初の頃ね、用紙にピコロって書いてたんですよ。その名前が気に入っちゃったので、この子にはピコロちゃん、ピコロちゃんって呼んでるんですけど、正式名称はきっとコンサイスルートのピッコロ、もしくはフォークルートのピッコロということになると思うんですけど、入れ物がね小さくて黒のビニールのピョッポって入れるだけのリコーダーのケースよりも簡単な感じの、なので運指標がね多分紛失してるものの方が多いのかもしれないですね。なのでわからないなっていう方は、ネットで調べると運指標を上げてくださってる方なんかもいて、はい頑張って拡大するとなんとなく見れたりとかします。まあ高い層の指使いは結局、昔のフルートとかと同じような考えで、多分抑えてね、高くしていったんですね。確かにモダンフルートに、まだモダンフルートが高価だった頃に、コンサイスお手軽なフルートでキーメカニズムを減らすことによって、比較的安価な、そして、パッと見変わらない、楽器を作ったというところで、非常にこの楽器としてはできることも多いし、魅力的な楽器かなと思っています。なのでこれからもねいろいろとこの子の魅力をアップしていきたいというのと、やっぱりモダンフルートと違うところがいくつかあるので、普段もねモダンフルートされてる方にとっては逆に手ごわい相手だったりとかするので、そのポイントなんかを一緒に探していけたらいいかなと思っています。それでは皆様またね。